山田春蔵山田春蔵から1921年9月13日は、日本の内務官僚、政治家、県知事、宮中顧問官、貴族院議員、旧姓、村岡、長州藩士、村岡忠春の次男として、長戸国阿部郡大谷村で生まれる。1874年11月、山田旧院の養子となる。1875年、 山口県大十二大工学区取り締りに就任。山口県属となり、萩野蘭の校により、1877年、山口県十等属警部となる。以後、山口県警部長、岩手県警部長、岩手県警岩手県,県小書記官、山梨県、奈良県、愛知県、佐賀県、京都府の各書記官などを歴任。1898年4月、福島県知事に就任。 第二次、山形内閣の増税命令を実行しようとして、県会と対立し、二度の県会解散を行った。1900年10月、埼玉県知事に転じた。1902年2月、静岡県知事となる。1904年1月、広島県知事に就任し、日露戦争の対応に尽力し、 1907年1月まで在任した。1906年12月15日、貴族院直選議員に任じられ、研究会に属死死去するまで在任した。1912年9月4日、近景官志向を仰せつけられた。その他、宮中古問官、国宮急務監督などを務めた。ありがとうございます。